でキッカーの場合は確率が 100% か 0% かどっちじゃないですもんね、はい、そうですよね、ところがキーパーの場合は5人蹴ってくるわけでね、とりあえずはね、ううで、はい、ですからそのうちの一つ止めればいいやという、はい、気楽な気持ちになりますよ ね、ですから、あるキーパーにしてみればですね、はい、もうこの今日はですね、はい、左だけ飛ぼうと、決めてかかる人間もいますよ ね、なるほどね。そしたら5人のうちですね、まあ1人か2人こっち来るだろうと、はい、それを止めてやろうという感じで、キーパーが PK ガスやるっていうのいるって言ってますよ ね、はい、さあそしてまず名古屋デュリックス1本目、これは決まりました。ツッチーが左サイド、そして右、自ら見て左サイドだったんです、その逆へボールが飛んできました。さあ名古屋がまず1本取りました、デュリックス。そして福田が行きますね、レッズは。そうですね、はい、キャプテンの福田が行きました。やはり1番目と5番目っていうのは大事だってよく言いますからね。はいはいはい、はい、さあ福田正宏、浦和レッズのキャプテン、レッズのまず1本目です。 PK マークにボールが置かれました。 PK マークからゴールまでは11メートルあります。そして伊藤が守るこのゴール、ゴールポストが2メートル44、クロスバーが7メートル32というこの枠の中へ入れないといけません。さあホイッスルが鳴りました。福田のキック、シュート入った、うわーという歓声。今のはいいところに行きましたよね、あそこはなかなか取れないと思いますよ、はい、なるほどね、はい、であそこ蹴るのを追っかないんですよね、怖いんですよね、はい、追っかないです本当は、はい、浮いちゃうっていう可能性がありますからね、はい、だからそういう意味では本当に強い意志を持って蹴れたと思いますよ ね、そうでしょうね。ということは100点満点とそういうことになりますね、はい、はい、さあそして今度はグランパスはパシが行きます、パシが行きます、2本目。さあ左利きですからね、はい、ツッチーがどっちを読むか、これはどうだ、止めたー、わーというものすごい歓声。ツッチーは冷静さを保っています。ずいぶん上に行きましたね、もうツッチーがこれ触ってませんよね、はい、そのまま行きましたよね。ですから福田と同じようなですね、コースを狙ったと思うんですよ、こういうことがあるんですよね、はい、あそこは本当難しいですね。2本目グランパスが外しました。そして今度はレッズ2本目、田口が行きます。思えば昨年のニコシリーズのこの浦和レッズとグランパスの最後のゲーム、このゲームは1対1 PK 合戦、この PK 合戦でレッズが勝ちました、4対3という形で、まあ、最後を決めたのがまあ、今グランパスの浅野だったんですが、ちょうど大宮サッカー場左サイドのゴールだったんですが、ものすごい歓声が沸き起こってみんなで抱き合うというそんな場面がありました。今日もその場面をもう一度見ることができるか。さあ田口のキックです。さあ思い切っていくと思いますよ、はい、決まった決まった、田口のパフォーマンス、2対1、やってますやってます田口なかなか普通の流れの中じゃこういうシーンないですからね、田口が手入れるっていうのはね。そうですよ。さあ2対1になりました。田口ももともと後ろでやってるわけですから、はい、まあ、確かにセットプレーではね、ゴール前に出てくるようになりますが、はい、ただ高校時代はセンターフォワードですから、そうなんです、はい、さあ3本目、トーレス、これは決めました。読みとしてはピッチもね行ったんですが、ちょうど左ポストの一番、まあ、そのコーナーサイドになりました。さあこの3本目はトーレスが決めて、グランパスは2本決まりました。今度はギドが行きます。上野さん、はい、ね、PK の順番なんですので、オジェク監督が真っ先に福田選手、はい、そして田口選手、ウフバルト選手まで指差したんですよ。なるほど。あとはね、2、3人指差しまして、あと指差されたのは土橋、山田、広瀬、この辺りが指を差されましたね。はい、はい、その3人目のギド、ブッフバルト、ボールを置きました。そしてホイッスルが鳴って3本目、これはしかし逆に言えば伊藤よく守ったんですが正面すぎました。今の落合さん、そうですよね、ちょっと正面すぎましたよね、珍しいですね。ああ、そうですね、甘かったですね。ですよね、はい、甘かったです。それで読み通りのコースで、はい、方向でしたからね、ちょっと甘かったですね。あ、さあグランパスは森山4本目、これは決まりました。森山決めています。3本目が決まって、これで3対2になりました。3対2、
あのブッフバルトもですね、あんまり PK 好きじゃないんですよね。なるほど。はい、昨年フリーゲーム戦ありました、はい、あれも本当は蹴りたくなかったという話は後でしてましたからね。なるほどね、それだって気持ちのどっかにあると出ちゃいますかね。思いますよね、今なんかまさにそうだと思いますよね。さあ土橋です、ルーキー、うわーっとこれも外してしまったか、カーブがかかりすぎました。あのキックが置かないんですよね、ちょっと操作 しすぎたでしょう。しすぎですね、糸が逆に行ってますからね、はい、普通に蹴っとけばという、まあね、結果なんですね、もうこれを止めてもらうしかないですよ。さあこうなりますと、この一本決まればグランパスが勝ちということになります、はい、浅野ですね、浅野です、浅野です。昨年こういった場面で浦和レッズの浅野がゴールを決めました、 PK を決めたんですが、さあ浅野と土、昨年の中、土止めた、これはおそらく気持ちの中で微妙にやっぱり浦和レッズの浅野が出たかも分かりません。いやー、これはしかし落合さん、ねえ、スッチー対浅野、ねえ、本当にもう完全にあっち決めてましたね、ねえ、土田はね、はい、なんかだから練習の中で PK やってましたから、はい、そのイメージがもしかしたら残ってたのかもわからないですよね、さあまた5分になりました。そして山田、これ山田は絶対に決めないといけません。決まりました、山田決めた、決まった、3対3。ああ思わず福田も一歩二歩前歩を進めてよしという表情を見せました。さあこれで落合さん、はい、5人終わりました。そうなんですよね、ということは1本ずつ。そうなんです、もうこれはね、はい、先行の方が気分的にはね、でしょうね、はい、いいんですよね、はい、さあこうなりますとPK の V ゴールという格好になってまいります、はい、さあまずこの6本目4番の飯島出てまいりました。飯島のキック、一つこうフェイント組みに入りました。飯島決めて、これが 1,2,3,4 本目決まりました。さあもうレッズはこうなりますと外すことはできません。そしてキッカーは堀、堀は気分乗ってますから、そうですね、思い切ってやってほしいですね、はい、いずれにしましても、はい、伊藤と堀の対決です。これが PK 戦6本目になります。すでにグランパスは4本、浦和レッズは現在3本、堀は決めないといけません。さあホイッスルが鳴りました。中央、これなんですね、今ご覧の堀はおーというなんか危なかったというんですが、今のねえ、ど真ん中ですか、そうなんですよ、だから伊藤から見ればどっちか決めてるわけですから、はい、ど真ん中でも決まるときは決まるんですよ、確率からしたらですね、ど真ん中って結構あると思うんですよ、はい、結果的には、ただ心理としてはね、なかなかねキーパーの立ってるところにしまったと思うんですよね、蹴るっていうわけいかないですよ、ね、それはもし取られたら大変ですもんね、はい、それが胸を撫で下ろしたという格好だったんですかね、はい、さあ4本ずつ、そして今度は7本目になります。グランパス8、中西がボールを蹴ります。これは逆、土屋は逆をつかれました、中西が決めています。さあどこまで行くのか、 PKV ゴール、さあそして広瀬が行きました。レッズの7本目は広瀬です。まあ、広瀬はキックではもう定評がありますからね、そうですね、フリーキックのスペシャリスト広瀬、さあ7年目です。グランパスはすでに5本決めています。広瀬が蹴ります。これもどちらかというと真ん中なんですが、はい、そうですね、スピードがありました。そうなんです、先ほど言いましたようにね、やはり思いっきり蹴ってますから、だから当てられても、はい、それを押しのけていくだけの力がありましたよね、さあ7本まで行きました。今度が8本目、8本目になります。そして3番の坂倉がグランパス8は行きます。坂倉が行きます。
いやしかし落合さん、なんかねね、ドキドキしてきますね、これね。いやもうね、本当に PK がセンターは嫌ですよ ね、 ねさあ、坂倉のシュート、ツッチーの逆です。確かにこういった時、この V ゴールもいわゆる前の景色で言えばサドンです、はい、まあ、V ゴールという格好になりますが、先行は本当に有利になりますね。そうなんですよね、だから数字の上でも多分ですね、はい、昨年の数字の上でも先行の方が結果的には勝ってるというものが出てると思いますよ。そうでしょうね、はい、さあ、そして杉山です。レッズの8人目は杉山、現在6対5、8本目。あーっと、そば入った、入った、入りました。これはキーパーがちゃんと反応はしてるんですが、やっぱりボールに勢いがあるとそのまま吸い込まれます。はい、これでいいと思うんですよね、はい、あれだけ強いボール蹴ってればね、あれが自信なわけ、人完全に跳ね返されますからね、あれがインサイドキックなんかでね、はい、コースを狙ってんだったら、これはあの弾き返されたと思うんですよね。そうでしょうね。さあ、8人終わって6対6です。8人終わって6対6。そしてグランパスエイトは14番の平野が行きます。平野、これが9本目の PK。 さあ、9本目、外した、ツッチー止め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 た、ツッチーが止めた。ナイスキーパー、仁王立ちツッチー。さあ、ご覧ください、完全に読みました。落合さん、いかがですか。ね、いや、もういい顔してますよ、やっぱり ね、 ね、いいプレーするときっていうのは、足で止めましたよね、はい、はい、いいセーブにしました。さあ、そしてツッチーのこの止めたのが、その後の岡野、岡野が決めてレッズが勝ちます。さあ、岡野9本目決めればレッズの勝ち。打った、付き合うことはないのに伊藤が止めました。伊藤が止めました。壮絶な PK 合戦。うわー、左手一本で止めましたか。一本ですね。しかしもうタイミングとしてはドンピシャリのタイミングでしたね。そうですよね、で、あの左手も上あたりに当たってればそのままゴールイン、下でもゴールインなんですが、ちょうどいいとこ、全くヒットしたという感じでしょうね。さあ、そして12番の加藤が出てまいりました。なんと PK 合戦10本目。土、これも止めた、止めた、これも止めた。俺は土田だという、そんな止め方をしました。いやー、もう日本一のゴールキーパー、もうしっかり止めてますね。敵に読んでます。もうね、その後のこの姿勢がいいですよね。はい。さあ、そしてもうツッチーがこれだけやってくれてますから、池田太、なんと PK 合戦10本目。 PK マークからゴールまで 11m。 さあ、伊藤が守るか、池田太が決めるか。浦和レッズグランパス8第4節。さあ、10人目浦和レッズ、池田太、なんで、どうして、どういうことと言いたくなるような、これも伊藤が読んでいました。今度はキーパーですよ。キーパーですね。さあ、キーパー同士の戦いですね。11人目になりました。一回りしちゃうんですね、これ。そうですよね。さあ、キーパーの伊藤、そしてキーパー土田、伊藤が決めました。11本目、7本目が決まりました。そしてキーパー同士のこの対決は、守るは伊藤、打つは土田久志、ツッチーのキック、
入った入った。なんかしかし落合さん、伊藤にしろ土にしろ、ね、いいフィールドプレーヤーみたいな、なんか、はい、いいキックしてますよね。すごいキックしますねこれ、はい、もう本当にやっぱり気持ちが乗ってるんですよ。乗ってんでしょうね、はい、それ言えると思いますよ。いいキックしましたよ今のは。なんかキーパーにしとくにはもったいないようなキックをしました本当にね。さあしかし落合さん一周しましたよこれ。一周しましたよ。そしてデュリックスまた元に戻ってまいりました。12人目の PK 合戦です。スッチーが止めるか止めるか、っと入ったか。一瞬止めたと言おうとしたんですが、ね、そんな感じでしたけどね。あそこはだから手のやっぱり上あたりでしょう ね、 そのまま転がり込んでいきました。完全に読んでいたんですけどね。そうですね。そしてレッズも福田に戻ってまいりました。前後半0対0、延長 V ゴールも前後半0対0、全くの得点なしがこの PK 合戦12人目まで来ています。7対7、全く譲らず。そして浦和レッズのキャプテン土田、福田がこれから蹴ります。福田のシュートはさあどうだ。難なく決めました、難なく決めました。どこまで続くんだこの PK 合戦。見てる方は面白い。しかし落合さん、蹴ってる方は大変です、はい、で蹴ってる方は今度2回目でしょう、ですからどうしてもね、はい、1本目と2本目どういうふうにしようかって悩むと思うんですよね、だからそこをいかに吹っ切るかですよね、はい、さあパスが出てまいりました。13人目、真ん中決めています。真ん中決めています。いやー本当にすごいゲームになってまいりました。そうですね、あの川崎平塚戦が7対6で、ね、決まった PK 合戦だったんですが、初戦、まあ、これも現在は8対8。さあそして13人目、13人目ですか。珍しいですよね、ここまで来るのはね。あそこスコアボードに丸バツが入らなくなりますよ。本当ですよ、はい、余計な失敗ですなんか失敗になります ね、 ね。しかし田口も落合さんちょっとこうボールに気持ちを込めました、はい。さあ13人目、もうレッズは外すわけにはいきません。キーパーは伊藤です。田口決まった、決まった決まった。これで9対9。そして14人目、いやー5番のトーレスが行きました。トーレスが行きました。これは決まりました。これもツッチーとしては読んでいたんですが、いやしかし落合さん、私も長いことサッカー喋ってますが、PK 合戦の14人目は初めてです。初めてでしょうか、そうですかね。落合さんは、私は高校選手権でこのぐらいまで行ったのは見たことありますけどね。そうですか、はい、いやー本当にすごいゲームになりました、ね、あー随分無造作に起きましたね。ギド、はい、先ほど実は止められているんですが、そうですね、さあどうだ。ギドが2本とも外してしまった。勝負あった。名古屋グランパス8が勝ちました。長い長いこの PK 合戦の道のり、結局14人目で勝負が決着、グランパス8が勝ちました。いやー結局ギドがこの PK は2本とも外してしまったという格好になりました、ね、10対9。いやギドは今日ちょっとこれ落合さん眠れない、なんか夜になりそうですね、うん、やっぱりなんていうんですかね、まああの結果論になっちゃって申し訳ないんですけど、はい、ちょっと乗ってなかったって PK 蹴る前にね、今無造作に置いたと言いました。本当になんかそんな感じでした。そうなんですね、そういう感じがしましたよね、はい、それでギドは先ほども言いましたけど、PK あんまり好きじゃないという話ですからね、まあ、相手の意表をついて、あるいは伊藤のそのね気持ちを、なんだ無造作だなという気持ちを与えて、思い切りドンかという気持ちもしたんですが、決してそうじゃなくて、なんかね、なんとなくね、なんとなくそういう感じがしましたよね、いやしかし0対0で PK